養親館、合気道は、合気道階層、上芝森平の皇帝であった、塩田豪像が、九百五十五年に創始した、合気道の開派。公益財団法人合気道養親会が主催。現在の代表は、野木正彦養親館、合気道七段である。創始者の塩田豪像は、幼少の頃より、剣道、柔道を習い、旧制中学校五年の時には、 柔道三段の腕前だった。1932年18歳の時、上芝道場を見学した際、上芝に勝負を挑み乾杯し、合木道の素晴らしさに惹かれ即日入門する。これ以後、約8年間、上芝森平の下で修行に励む。1941年大学卒業後、軍族として海外各地に派遣され、それぞれの地で合木道の普及に努める。 終戦後、1946年に帰国。茨城県岩間に今日構えていた、上芝森平の下で、再び修行に励む。1954年7月、ライフエクステンション主催の、日本総合古武道大会において、最優秀賞を受賞する。これ以降、社会の合気道への関心が高まり、政財界の後押しもあり、翌1955年、道場。 養心館と合気道養心会を創設した。塩田が養心館で指導する合気道が、やがて養心館合気道と呼ばれるようになった。1990年には全日本養心館合気道連盟、国際養心会合気道連盟を設立。国内だけでなく、欧米諸国に至るまで合気道の普及に努める。養心館愛気道は、 演伝なき後の現在も、国内をはじめ、世界各国で行進に受け継がれている。特に近年では、暴力犯罪の増加から、相気道が有効な護身術として注目され、女性の稽古生も多く、カルチャースクール等でも学ぶことが可能なため、より一層の広がりを見せている。俳優の杉良太郎は、若い頃から養親館に通い、現在語段位を保持している。 杉主演の時代劇、新語、鳥物町では、武術指導として、養神館の名前がクレジットされていた。また、衆議院議員の亀井静香も、学生時代から養神館、愛機道を学んでおり、東京大学愛機道部の首相として、全日本学生愛機道連盟の設立に尽力した。現在は六段である。技法は、体術と武器術で構成され、 対多人数の場合も想定した総合武術で合気道独特の体裁きによって敵の攻撃を裁き崩しつつ投げや当て身等で相手を制する攻防一体の技法が特徴である通常の稽古は基本的に肩稽古を中心に行い基本姿勢、基本動作、基本技等を稽古していくまた段球位勢をとっている試合は行わない 毎年秋口に全日本演舞大会が開催されている。2021年現在、稽古者数は世界、日本国内とも合気会に次ぐ人数であり、愛機会本部とも交流を重ねている。2008年現在、警視庁の女性警察官の成果科目や、警視庁機動隊からの選抜隊員の特別研修科目に採用されている。修了者は、 傭人警護に従事しているとされ、こうしたことから、合気道諸派の中で特に実践性が高い流派であると言われている。なお1987年6月に、内親党の会長の長尾豊樹と、塩田豪造とのトップと語るの対談が、警備保障新聞社の浅野正信社主がインタビュアーとなって行われ、その記事が昭和62年7月5日号に乗り、 全国の警備業界に、塩田豪造の精神が紹介されている。養神館では、中心力など同流派が重視する力の出し方や、心のあり方などを養うために、独自の構えを導入しており、各種芸古法の中でも、構えの比重は非常に高い。ただし、実践においては、時の理地の理を見極め、臨機応変に対応すべきと考え、養神館の構えは、 実践における用法というよりも、稽古法、鍛錬法の一つとして存在する。構えには、右手右足が前に来る、右半身と、その逆の左半身がある。また相対した時に、双方同じ構えの時を、相半身、異なる時を逆半身という。陽神下内気道二代目館長であった井上京、一は、奥義は初伝にありとしばしば言っている。構えは、 用心感、合気道の精髄が集約されていると解釈されている。構えは剣を正眼に構えた時の姿勢に似ている。骨盤を相手に正体させ、やや前に傾ける。この姿勢を作るために後ろ足を張り、前足を軽く緩める。これにより、後ろ足の蹴りではなく、前膝を緩めて前進することを可能になる。普通に歩いている時の歩幅で、 前後の足はほぼ一直線上に置く。前に置く右足はわずかに右に開き、後ろ足は逆に左に開く。後ろ足の開きの方が大きい。開き具合は前後の足の延長線が直角に交わる程度。前足のかかとが前後の線上で、後ろ足の土踏まず付近と重なる。腕は普通に手のひらを開いて歩いている時の状態で、 そのまま溝落ちの前付近に持ってきた感じ。サワンはそのまま帯の前にまで下ろす。指を開き、両手先が相手の喉元を狙う感じ。前の手を持って押されたらその力が体幹を通じて、後ろ足の張りにつながる感じが望ましいとされる。愛機会関係者の中には、養親間の構えに違和感を覚える人もおり、その指摘は前足を開き。 腰を前傾させることに集中する。基本動作とは、陽心感、相気道の動きの中で基本となる、体の使い方を、塩田豪造と弟子の井上京一らが六本の動きにまとめたものである。陽心感では常に、筋力ではなく、姿勢を持って強い体勢を保つ。構えがその究極の稽古法であるが、動いた時に構えで作った強い姿勢を損なわれては、 意味がない。動きの中でも自身は、強い体勢を保ち、相手を崩すための主たる稽古法が一連の基本動作である。基本技の中には、基本動作及びその応用型が組み込まれている。多種多様な動きがある現実の動作から6種類の基本動作を抽出したため、用心感、合気道の技が全てこの基本動作に還元できるわけではない。が、用心感。 相気道の本質が多く集約し、技への展開汎用性が高いため、同流派では基本動作を非常に重要視している。初心者は基本動作の習熟から稽古が始まるが、後段者になれば終えてよいという指導はされていない。後段者になっても常に基本に立ち返ることができる、基本動作の存在は、養心感の発展に大きく寄与している。 外部流派や短期間だけ陽神感、愛気道に触れた方の中には、その意味を誤解している人もいる。例えば、高岡秀吉はその著書、究極の身体の中で、飛力の妖精の動作を連想させる写真を掲載して、腕上げとしては、発展段階の定位にあると否定的とも言える。見解を述べているが、後期陽神感の解釈では、飛力の妖精は、 腕上げを目的としたものではない。ただし、良心艦も、その発展段階や指導者によって、基本動作の意味、解釈が変わっているので、高岡氏が接していた当時では、そのような解釈もあった可能性は否定できない。基本動作はまた、相対でしか教えることができなかった、合気道を位置ついたで教える方法として、考え出されたという側面もある。これによって、 用親館は、警視庁などで、多くの指導者を作り出すことに成功した。反面、1、2、3といった掛け声で行う方式に、流れるような上芝合起動本来の動きが、損なわれている非難もある。ちなみに、用親館では分断されがちな動作は、自由技稽古の中で改めていくという指導方針を、とっている。は、相対して、 手首を持って引かれた時の力の流し方を通じて、入り身の動きを学ぶ。ただし、入り身の定義や解釈は流派によって多様であり、必ずしも多流派から見て入り身とは見えない場合もある。ある工程は、基本動作はこれ一本に集約できると述べるほど、特に重要な基本動作である。は手首を持って押された時の受け流しの動作を持って、前足を軸足とした。 回転動作を学ぶ。自分は強い姿勢を保ったまま相手を崩す。若前で体の中心にまとめた線を崩さずに前進する動きを学ぶのが主たる狙いである。腕上げの稽古でないので相対練習の時に腕をがっしりと押さえる必要はないと後期工程の間では指導される。は、斜め後方から腕を抑え込まれた位置から腰の回転により重心移動を行い。 腕を振りかぶる動作である。体の変更や、飛力の要請では、単純に出現しない、が、基本技の中で品質する、その他の基本的な動きを学ぶ。具体的には、射光、振り下ろしながらの前進、送り足などである。は、両手を持って引かれた時の力の流し方。は、両手を持って押された時に、力の流し方と説明される。 基本技、四方投げの動きに似ている。ちなみに、塩田剛造は、四方投げを、基本技中の基本として重視しており、その著書、合気道人生の中で、上柴森平が、合気道は、四方投げ一本でいいと語ったと紹介している。基本技の意義、塩田剛造は、そのインタビューをまとめた、本、合気道人生で、実践では8割が、当て身と述べている。 基本技の一つとして、片手を握られるという状況設定があるが、それについても、本来、片手を持たれるというようなことはあってはならないと話す。実践的でないとすれば、基本技を学ぶ意義は、どこにあるのか。その問いに対して、ある後期の工程は、身体構造に適した動きや力の出し方、流し方を学ぶという点にあると説明している。 多種多様な現実の中で特定の条件設定を行い人体構造から考えられる最適な力の出し方相手の反応ベストな対応に対するさらなる対応の仕方などを研究するその反復稽古を通じて最適な動きとそれを可能にする精神性を体得することが基本技を学ぶ意義と言えよう基本技の稽古以後の定石 将棋の定石などの習得に例える肯定もいる。構え基本動作基本技を真に体得すること、すなわち、型を学ぶことが、逆説的に技にとらわれない、型破りな動きを可能にするのである。ただし、基本技の稽古だけで、基本技に通定する、最適な動きを自在に展開するのは普通の人には、現実としてかなり難しい。 それを補う意味で養心館では、上級者に対して応用技や自由技、実践即応技などの稽古法も用意している。養心館合気道の場合、上芝森平が戦前に使っていた技の名称を、引き継いでいるために、一課状などの名称を使う。技の故障は、技開始時の受け、指定の位置的関係、および受けの攻撃形態に、上記の固有義名を組み合わせて、 技の名称とする。例えば、受けが右手で、しての左手首を掴んだ状態を、片手持ち、受けが手刀をして前額面の真上から振り下ろす、攻撃形態を正面打ちと言い,い、それぞれの状態から上記いずれの技も派生しうる。ありがとうございます。